こんにちは。四国の玄関、ここは香川県高松市、 JR 四国予算本線の高松駅です。予算本線って言っちゃうんですけどね、予算線の高松駅です。これから高知方面に向かいます。もう今日はうどんを食べまして、午前中はほぼ使い切りました。いや、全部使い切りました。午後はまた高知で美味しいものでも食べるかな、それぐらいのことしか考えておりません。なお四国一周するのかというとしません。徳島県は またのお話ということで、日本全国一応回る予定でおりますから、徳島の方もう少々身元が移されるのをお待ちいただければと思います。本日これからの目的地は高知県高知市です。よろしくお願いします。今回も JR 四国若者限定フリー切符を使っているため、四国全線の特急自由席が乗り放題。ただこの高松発高知行きの特急というのは本数が非常に少ないので、途中打たずというところまで、この普通列車連絡の三宝と南風リレー号で向かいます。ものすごくガタガタ言ってますけど、でも快速電車はいいですね。電車に乗ってるっていう感じがします。すごいスピード。これで宇多津の駅から南風号に接続をして四国の南高知まで移動時間は2時間半です。四国はどうしても町と町の間が離れていて、そこを特急で高速で結んでありますが、普通列車で行くと時間がかかります。だから今回のように特急で手早く運んでくれるほどありがたいものはありません。高知行きの特急列車南風号です。3両しか繋いでないな。チェーン店のうどんで有名な丸亀ですが、丸亀城もまた著名な観光地です。石垣の高さは全て合わせると日本で一番高く、江戸時代になった時お城は取り壊されるというところでしたが、お城を茂みで隠してなんとか隠し通してしまったという変わった経歴もあります。南風号はかなり混んでいましたが、丸亀からはお客さんが少し減りました。感染のため途中の善通寺駅で停車中。この町は空海が生まれた善通寺、その最寄り駅となっています。門前町善通寺市という自治体を形成しています。この善通寺駅舎は日本にある駅の中で最も古いものとして有名です。やっぱり久々の特急列車の旅なんで、こういうお供が欲しくなります。パイナップル、セブンイレブンで買いました。よく冷えたものです。ただ香川県は全国で一番糖尿病の患者になる率が高いところなんだそうです。多分うどんの食べ過ぎが原因なんだと思いますけど、本当にそうなんじゃないかなと思うんですが、私も今日は食べ過ぎました。気をつけないといけません。でもこんななんかもね、90キロ100キロで走っていく大した技術力だと思います。この2000系というのは JR で数多くカーブになると車体を傾ける車両があるんですが、その中で最も傾くスリルある形式です。この猛烈な四国山地の山越えは香川県の琴平から徳島を越えて高知県の土佐山田手前までおよそ距離にして50キロほどは続きます。厳しい崖沿いを列車は這うように走りますが、スピードは一流です。私も間違いでなければ今徳島県に入っていて、こちらに見える川は四国三郎と名高い大河吉野川です。今日は晴れていて綺麗。列車に乗るのも楽しくなります。竹やぶも随分立派だ。次の停車駅は大ボケです。大ボケは大股で歩くと危ないから大ボケという名前だそうですが、吉野川沿いの渓谷が美しい駅です。
でも大股で歩くから危ないので大ボケとなった割には小ボケという景色もあって、今から左側にご覧に入れる景色は小ボケ、その後大ボケと続きます。車内放送でも言っております通り、この辺りが土産本線で最も景色の美しいところ。こちら小ボケの景色、もうしばらく進みますと進行方向の今度右側に移り大ボケの景色となります。この辺りを船で巡るのが楽しい見方、しかし高速列車の中から素早く あの辺りがよく見える、刹那的に楽しむのもこれはこれでやりやすく、また楽しいものだと思います。スピード自慢のこの列車もさすがにこの近辺ではそこまでの爆走はできない様子、もうしばらくするとまたいつもの調子で走り始めます。ちょうど今下に遊覧船が来ているのを追い抜かしましたが、あまりにも速くて、あ、もう一個いたな、見えますね。この辺りかなり狭く急流となっているところ、特急列車の停車する大ボケ駅から船の乗り場まではすぐです。南風号はこのように乗っているだけでも楽しい列車、カーブをものすごいスピードで駆け抜けますので、ちょっと乗り物酔いに弱い方は気をつける必要があるかもしれませんが、四国に行ったらぜひとも楽しんでいただきたい乗り物です。さてついに山越えの区間は終わりました。高知県に入り今土佐山田駅を出たところ、平野部をまっすぐに走っています。次の停車駅は御免という変わった駅の名前です。から2時間と30分今終着の放送も流れていますが、結構四国山地でいろいろカーブを抜けたり景色を見たりそんなことをやってる間にあっという間に時間は過ぎました。結構揺れるんでね、その揺れが体に応える方もいるのかもしれませんが、多分退屈することはないと思う面白い列車のご紹介でした。高知に着きました。駅弁が半額で売ってたんですけど、この列車まだね、こう最新型のグリーン車を連結してるやつなんですが、グリーン車はまだデビューしてないと記憶してたんですけど、なんかもう走ってるのは私の勘違いでしょうか。この高知市は高知県唯一の都会といって問題ないと思います。高知県のほとんどが高知市に集中しておりまして、他にですね、町らしい町はありません。その代わりか分かりませんが、ずいぶん都会的、正直四国はどこも田舎感が拭えないと言ってしまえばそれまでなんですが、その代わりそれぞれの県庁所在地の駅はなかなか立派です。これが買ってきたやつです。ちょっと私が持ち方が下手だったもんですぐバラバラになっちゃいましたが、高知産のお寿司。高知の名物はカツオのたたき、これはカツオではなくサバなんですが、美味しそうですよね。上になんか昆布かなんか乗ってて、いただきますよ。これ半額なら美味しいな、いいな。結構しっかりとサバの味がしました。あそこで乗ってきた南風号にさらに2両つなぎます。夕方は需要が増えるんですね。ああいう銅像は前からありましたかね。左から武智半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎と書いてあります。
私ね、いまいち坂本龍馬が何をやってそんなに評価されてるのかってのはよく分かってないんですけど、あの薩長同盟を成立させたからすごいってことでいいのかな、それとも会社経営がうまかったから多分その辺なんだと思いますが、よく分かんないことの話はしないというわけで、まあとりあえず高知の生んだ名士としては柳瀬隆なのかなと思います。高知市はね、私自身これで来るのが人生で3回目かな、ほとんど来た経験もないので、まあ、正直何がどこにあるやらほとんど分かってない、まあ、繁華街の場所ぐらいは分かりますけどね、そんな状態。高知の名勝といえば月が綺麗な桂浜、しかし今日はこれから雨も降るような、まあ、雲が迫ってくるという気配でして、しかも満月というわけでもないので、それほど行って素晴らしい景色が期待できるかそうでもありません。この辺り近く播磨屋橋というのがあるんですが、この辺はね有名な繁華街、有名というのかな、まあ高知といえばこのイメージです。ここがその播磨屋橋地区ですが、現在の播磨屋橋はこれなのかな、こさ電気鉄道、まあ、そんなものも通る忙しい道ですが、昔の播磨屋橋はどうもこれのようです。この播磨屋橋は全国有数のがっかり観光地として有名です。本当に有名です。がっかり観光地といえばここと言われるぐらい、まあ、あとは札幌の時計台、これねやっぱあの私もあれこれ古いやつじゃ確かなかったよな、もう一回確認しましたけど、やっぱそうですね、平成10年にこの辺りの、まあ、リニューアル計画によってもう一度かけ直されたもの、もともと戦前にここに堀が通っていたんですけれども、それが町の開発によって埋め立てられまして、そしてそれがまた、この辺りの景観、有名な播磨屋橋の景色を取り戻そうと再現をされたものです。もともとここが有名なのはね、あのよさこいの歌詞によるもので、私もね小学校の時によさこいを踊らされたんですけども、土佐の高知の播磨屋橋で坊さんかんざし子を見た、よさこいよさこいって確かこんな感じだったと思うんですが、その歌詞によって播磨屋橋は有名になったようですけれど、実際そこまで何かものすごい橋かというとそうではない、しかし人々の間ではとても知れた名前です。ここにこれだけ人が集まっているのは何でなんですかね。確かにこの高知市の中心の役割を今でも果たしている、そんな栄えたスポットではあるのですが、なんか珍しいポケモンでも出るんでしょうか、どちらかというとそんな気がしますけどね。前に来た時にはここまでは混んでいませんでした。まあ待ち合わせで播磨屋橋でとやっている人も中にはいるでしょう。あのアプリゲームのポケモン GO でなんかミュウツーかなんかが出没してるらしいですね、まあ、皆さん捕まえてもらって結構なことです。あのここがもともと川が流れていたところ、埋めされてしまいましたが、まあ、この上に、播磨屋橋が架けられました。だから昭和25年に、さっきのちょっと新しいというかね、石で作られた威厳のあるもの橋ができたんだそうです。ああなるほど、ここに、ね、具体的な説明が書いてありました。来てよかった。なぜ播磨屋橋が有名になったのかというと、播磨屋橋に関するエピソードが有名だかららしいんですね。これ相当有名な話らしいです。私は初めて聞きましたが、まずそもそもこういう歌があったそうですね。おかしなことよな播磨屋橋で坊さんかんざしかいようた。でこの歌はですね、なんかお坊さんがかんざしを買ってる播磨屋橋のところで、なんで坊さんがかんざし、女の人のやつですね、買ってんだろう。これはですね、このお坊さんが、まあ、本当はお坊さんっていうのはあの女性に惚れたりとかしてはいけないらしいんですが、まあ、ちょっとなんかこう気になった人がいたんでしょうね。でそれで、まあ、プレゼントの、まあ、今の感覚で言えばデパートで指輪を買ってるところを、見つかって、それが街中に、知れ渡ってしまった。で、お坊さんは波紋になったんだけれども、結局そのお坊さんは、なんかこの怒った後駆け落ちをして、ところが今日通ってきた琴平で、お坊さんとその、ガールフレンドは捕まり、結局それぞれ、裁判によって別れ別れにされたということです。でその悲しいお話とされているのが、まあ、それが伝わってですね、播磨屋橋も有名になったそうです。なんかもともと坊さんがかんざしを買ってるぞみたいなのはよさこいの歌が元にあって、それを替え歌してもらったらしいんですが、現在はその替え歌が正式なものとして、高知の播磨屋の、失礼、高知のよさこいのお祭りでも歌われているそうです。それぐらい有名な存在、よさこいと播磨屋橋の関係は核のごときです。なるほど、だからねこの播磨屋橋のすぐ脇ではかんざしという高知メーカーを売ってるわけだ。この京橋という地区がおそらく一番にぎわっているようなところかな。高級ブランドの店などもあります。
こっちは帯屋町だって、それぞれの商店街がたくさん入り組んでいて結構な賑わいようです。でポケモン GO ってのはそんなに面白いのかな。私も一回やったことありますけど、そのリリース初日にやりましたけどね、30分で飽きましたし、私の周りの人たちもみんなそんな感じだったんですが、40代とかそれぐらいの人たちにはかなり受けてるようですね。またそれから少し歩くと、このように発展した城下町の源、高知城があります。あんまりうまく言えませんでした。高知城があります。あの日本にあるこの昔のお城の中では、入り口から、なんかこの終わりのところまで大部分が残っている、まあ、基本的な形のものが全て残っているお城というのはこれが唯一なんだそうです。意外とお城ってね、いっぱいありますけど、まあ、空襲で焼けたりとか明治時代にぶっ壊したりとかしてですね、あのまともに残っているものってそうはないんですね。しかしせっかく立派なお城なんだからね、もうちょっと普通の色で照らせばよかったのにって思わなくもないんですが、まあこれはこれででもいいのかもしれないな。来たのはこちら広め市場と書いてありますが、まあ私も来たことはないんですけれども、四国のなんか一般的な高知のね、一般的な観光の市場だそうです。値段はそんなには高くないそうですが、美味しいのかな。申し訳ないですけど、本当に高知は行ったことがないので、どういうものが中にあるか、まあ、あまりわからないのですが、700円ぐらいだったら使ってもいい。多分それぐらいあればどこかでカツオのたたきも食べられると思うんですが。食べ終わりましてね、変な名前のビルがあるなと思いながら歩いてたんですが、まあ、今日はもうすぐ終わりますけどね、これ一夜らしいんですね。お、車が来た。イチャイチャって書いてあって、変な名前のビルだなと思った。そうではないそうです。今晩泊まるネットカフェは非常に安く、あのですね、なんか初めて利用する客は1500円引きのクーポンがあるって言うんですけど、本当なのかな。ちょっと行ってみよう。今ちょっとね、中に説明聞いてきたんで、初めて来た客になんか1500円の割引クーポンをあげるみたいです。嘘、1500円引きになるのと、そうじゃなかったですね。あの合計で1500円分のこまごまとした1回300円とかな、割引券がもらえるということだったんですが、あのね、私ね、あのよく考えたらここ利用したことあったんですよ。あの前に四国来た時ね、利用してましたんで、まずそもそもそれはもらえませんでしたが、今日はね、お客様感謝デー、たまたまですけどね、月に3日だけのその感謝デーで、15% オフ、今日もギリギリ赤字にはならなさそうです。本当にギリ
ギリギリですからね、明日からまた、明日明後日し明後日ぐらいかな、面白い動画が出るかなと思います。やっぱ正直、まあ、私 あのちょっと考えが甘かったっていうのと油断したところもあるんですけども、日によってですね、面白い回とか正直みたいな回って、まあ、やっぱ出てしまうんで、また今後でも しっかり気を抜かずにやりますんでね、個人的にもうちょっと思うような動画が作れてればよかったなと思うような地もあるんですが、まあ、そういう場所はまた私も力を入れてやりますんで、お楽しみいただければと思います。じゃあ今ちょっと途中外出ということでできてますんでね、またこれでどうもご視聴ありがとうございました。